邪魔邪魔邪魔なんでこのロケーションでラップバトルしようと思ったか。やば、うまそう。変な音したけど、歯折れた今。歯折れたみたいな音してるけど大丈夫。あ、シカ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 、降りてきた、いっぱい来た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 北九州。皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。今回はですね、もっと知りたい奈良旅行。むちゃがあるな。奈良県にですね、1泊2日の旅行に行くわけですけど、はい、何気に初めての試みで、まあ、とりあえず近場攻めてないよな。無理に頑張って遠く行ってたもんな。そうだな、今まで。じゃあ即興ラップバトルしよう。行くっていつ先行な。いや、あれはうんか。やめよ、こんな住宅街ですることちゃうつってバトル。よよよ、お前の腹見てて草原。全然意味わかった。水向いてなかったよこれ。なんか恥ずかしかった、顔絡んできた。気を取り戻してですね、お願いします。はい、ラップの方。ラップ今回のお宿はズバリ泊まりやすさ度何パーでしょうか。泊まりやすさ度星5で。星5で泊まりやすさ、値段と。あ、これ最後に言うんか。あ、そうやな。確かに。普通に乗せられて言いそうになった。右側、近鉄奈良駅ですね、うん、奈良公園が目の前に広がっております。どうなんやろ、人はやっぱ海外の人が多いんかな。まだマシよな、でも奈良は。まあ確かに京都とかに比べるとな。京都ほんまにすごいからな。車も止められへんしな、うん、この前来た時も割と最近来てるんですけど、うん、ついでに私たち奈良にもよく出現する。奈良とヨドバシ。奈良とヨドバシよく出現するんですけど。二大拠点やな。二大拠点やな。ここ行き来して1年終わってるかもしれない。ほぼっていうぐらい来るんですけど、うん、プライベートでよく行く場所。え、けどさ、毎回一緒のとこ行くからさ、うん、奈良のおすすめ教えてほしい。あ、なんかここいいですよって、ご飯屋さんとかカフェとかあれば、うん、コーヒー好きなんでね、なんか美味しいコーヒー屋さんあったらいいんだけど。いいよ。しかも奈良であんまめっちゃ混んでるたことないよな今まで。そうやね、まあ、土日避けてるっていうのもあるんやけど、うん、けど並ぶまで行くことないもんな。え、そうやね、京都は土日避けたとしても人気なとこはめっちゃ並ぶんだ。これ山の途中にあるっていうか。え、待って、鹿じゃない。あれ、鹿や。師匠、シカオルで。ここシカオル。あ、逃げた。いや、この山の途中にあるっていうのがまたいいよね。確かに、なんかちょっとさ、やっぱ観光地っていうイメージやからさ、奈良も、うん、だそういうのよりちょっと離れたところにあるっていうのがさ、またいいよ。あ、前もや。あ、前前前前見える。ワン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 ちゃうよ。見えへんな、ちょうど坂になってるから見えへん。 あ、ここや。なんか全然違う、伊豆が想像してたホテルと全然違う。もう一個の方やったわ。じゃあなんか旅館っぽいな。旅館、どっちかというと旅館っぽい。今回宿泊するホテルですね、ハンドホテル。チェックインしていきます。チーズケーキと紅茶。すごい、めっちゃ綺麗な景色がいい感じや。ギフトチケット2000円もらいました。それでなんかこのメニュー、なんか結構いっぱいあるんですけど、なんかアップグレードできるみたいな。そう、なんか誰かをアップグレードできるみたいな。なんか今日メニューがこれなんですけど、これをこれに変えたりとかできる。ウニを追加したりとか。そう、言ってたな、うん、めっちゃ美味しい。結構チーズケーキや。でも師匠がちょうだいって言ってるから早く食べてしまわない。そうな。3階ですね。どこやろ、何丸、何に。302です。なんか古さはあるけどリフォームされたんかな。そうな、まあ、そんな、そうやな、そんな感じやな、うん、はい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 、はい、ここではまだわからん。そらそう。あ、まだわからん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 、来て。ふわ、こっちっぽいな。何この迷路みたいな。行くで、せーの、じゃー、なるほどね。はい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 、こういう感じっすね。こういう感じです。展望ありって書いてあったけど、展望ある？一応これが展望っていうこと。ああ、なるほどね。どう、ちょっと展望ありにしては渋いな。
ちょっと展望ありにしては渋いけど、うん、まあ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 寝れそうそんな心配してない最初から。部屋タイプで言うとプレミアビューツイン、うん、で、展望ありの38平米ということで。なるほど。3階にあり窓から生駒山四季山を望み市内の夜景をお楽しみくださいということです。ことなんじゃない？すいません、さっきからずっと後ろ姿なんですけどプレミアビューツインがこの部屋で、パノラマビューツインがもう一個上にあります。それやったらさらに眺望が上やったってことかな。値段も変わってくるの？値段は多少変わるけど、空いてなかったんか今回。そうね、まあだって昨日予約したもんそもそもしゃあないけど、なんかおもてなし度はめっちゃいいねんけどな。めっちゃ良かった、うん、難しい宿って難しい。No。けど今までの感じでいくと、うん、マジでちょっとの差やったら、うん、我慢しひん方がいい。その一番上と真ん中ぐらい。そう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 。けどベッドはここリフォームされてるのめっちゃ嬉しい、うん、しかもベッドなのが。そうだな、うん、これめっちゃ嬉しいかもしれない。ダブルベッドが2つ、うん、ここですね、一面畳ということで、うん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 、なかなか子供にも優しい感じじゃないでしょうか。そうね、師匠も全然登ったり降りたりしてるしな、なんか段差、うん、こっちはリフォームされてるんですが、この辺のね、縁側、うん、とかはそのままやな。そう、ね、動画で見ると分かりにくいんですけど、そのままですね。いやいやいや、いいよいいよ、こっち行こう、行ったもん。そっちなんか洗面台はリフォームされてた、はい、来て来て。あーなるほど、こういう感じだね、うん、トイレとか多分水回りは綺麗にされてるやろな、うん、こういうのとかな、おしゃれにされてるよな、めっちゃ、うん、師匠がどこでも歩いていけるからいいな、うん、そうやね、子供には全然優しいかも、うん、なんか畳もめっちゃ綺麗し、ハイハイしたりタッチしたりできるから、そういう面ではいいし。いっせーので、後から走るのがポイント。邪魔邪魔邪魔。お部屋にある飲み物は飲んでいいよって言われたので、はい、今から冷蔵庫を探しに行きたいと思います。多分こっちよな、あるとしたら。え？やば、神隠しや、冷蔵庫ない。だってここないやろ。あったここや、あったあった。開けてみる。うん、あ、水が3本入ってます。ミニバーボックス内のドリンクはご自由にで、え、すごい、ちょっとあっち持っていく。そうなの。じゃーん、入ってるのは、え、なにこれ、グリーンティーやって。あ、グリーンティーな、めっちゃおしゃれじゃない、うん、こっちがグリーンティーで、あとはコーヒーね。あ、やばいんちゃう。あとこれコップがめっちゃかわいい、全部違う。あ、やめてー、お願いやめてー、あ、やめてもらっていい。基本的にはドリンクが入ってるよっていう。そうやね、コーヒーとかが入ってるっていう感じで。いや、けどなんかだんだん良くなってきた。そう、このシンプルさがなんかあっちの景色じゃなくてもう森の景色楽しもうと思ってじゃあなんかめっちゃいいなと思ってきたこれ多分夏はね、緑が生えてると思うんですけど、え、けど今は今で綺麗。このベッドから見る森の景色がめっちゃいいなと思って、さっき10分間停止してた時に思ってんけど、なんとか立て直した、うん、あ、いい、清潔感があるからいい。ここなんか夜の5時からバンドになる言ってた。綺麗、ここは確かに景色が、うん、うん、散歩します。今は鹿を探してます。絶対違うと思うんだけど。あ、これ駐車場っすね。うん、お疲れ様でした。だって大体見たらわかるやん、杉ね。貸し切り露天風呂ですね。え、これはいいんじゃない。これはすごくいいなあ、景色が奈良を一望できる、うん、露天風呂ですね。お寺みたいなのも見える。で、これは宿泊すると、50分間予約できるような形です。本日の大主役デッシュさんです。これなんとここに浮かべられるということで。いや、いいなあ。おお、浮かぶんや、ちゃんと。これぞ温泉。こういうのしたかった。いただきます。でしょ、で、あっちぃー。あ、美味しい。これリンゴみたいな味する。あ、結構飲める。飲める、美味しい。あー、最高やな。いい
一瞬でぬくもる。早速バトル。お風呂に入り、結果バトル。操作オールはポケモンバトル。なんでこのロケーションでラップバトルしようと思ったか全然わからない。でもこのオケセットめっちゃ欲しいかも。でこれいろんな温泉行ってさ、うん、やりたい。勝手にやったらわかるの絶対。あ、そっかそっか。店が提供してるんやったらいいけど。危ねやるところやった許可なしで。これ調べて東大寺って書いてました。あ、そうなんや。英雄でしたね。よかった、意外にゆっくりできたかもしれん。この作りが良かった。うん、ちっちゃい感じもな、うん、部屋になってるの。あとついでに横にシャワールームもあったから。あ、そうなの。そう、洗うところもあった。よし、終わった。それは違う。どういうの。横か、うん、縦か、斜めか。え、そういうことも、うん、ないよ。茶碗蒸し。わあ！わあ！キラキラやん。すごいな。これを落とすって言ってたよ。言ってた言ってた。割って落とす。で混ぜる。混ぜる。やば、うまそう。ウニしゃぶ。しかもこちらはウニのだしということで、かーくんはウニが苦手なので昆布だしです。絶対ウニしよう。危なかった。それにしたらマジで食べられへんやば。私は贅沢にこちらをいただきたいと思います。やば、これはめっちゃ贅沢。こうね。うわ、めっちゃ美味しそう。これどれぐらいが食べ頃なんやろ。ウニ乗せちゃおう。贅沢に。うん。バン。バン。うん。うん。まずお肉が美味しいな。お肉めっちゃ美味しい。52段路でスモアとドリンクを楽しめる。一気にしたらさ、2メートルぐらい。ワインよな、これ。え、違う。あ、ちゃうわ。ウーロン茶。ワインやと思った。かっくん行ったわ。なんか焼き芋もできるみたいで。かっくんと師匠は焼き芋です。いざマシュマロサンドにした。美味しい？絶対食べた方がいいで。それ美味しい。出来たての方が美味しい。今でも美味しい。挟んだら塩気と甘さが美味しい。塩キャラメル。本当やったら雨降ってなかったらな、このままなんか六甲山の夜景見たり。いきなり神戸行くやん。六甲山でも白山の夜景を見に行ける星と夜景を見に行けるなんかツアーじゃないけど、そういうのがあったんですけど。そうなんですね。本日はないということで、本当は行く予定やったんだけど、今ゆっくりしているっていう感じ。ということで、2階ですねがこんな感じで温泉ルームになってます。奥が男性湯で手前が女性湯っていう感じで、お風呂は結構シンプルな感じの温泉でした。ご飯のボリュームはすごかった。ご飯すごかった。あれ絶対グレードアップする必要ない。ないな。うん、そのままで十分だった。なんか変に2000円券とかって言われたらな。でいつも悪いとこ出た。そう、グレードアップって言われたらな。ちょっとしもけど、あのご飯はすごかったで。土鍋でご飯、うん、うん、なんかたまになグレードアップしないとなんか足りひんところとか、そう、なんかあるやん。でそういうこともなかったな、うん、今回は蕎麦をご飯に変えた。俺そう、一、うん、つもさ、ご飯に変えたったら、二、うん、つご飯に変えたらどうなんの。二倍ちゃったのか。え、だからお茶碗一杯で来るんかなと思って最初、一、うん、人分って言ってたから。そういうわけではなかったな、うん、いや、ご飯はなんかすごい美味しかった。
初めて食べる感じの料理や。そう、おしゃれ、おしゃれな料理。あ、おしゃれな料理やろ。和食でもないし、洋食でもない。和食、うん、どっちかというと創作料理みたいな。なるんかな。美味しかったけど、すごい料理。戻ります、部屋に。はい、なんやかんやでも、多分10時半とかやろ。そうですね。やばもう一回行けるかな、マシュマロ。何回でもマシュマロやけ。再び、焚き火コーナー。マシュマロしてきてもいい。おにぎりを食べたいと思います。え、おいしい。おいしいやろそれ、うんうんうん、めっちゃおいしかった。歯磨いて食べろ。やめとき、やめとき、やめとき、やめてた方がいい。これはなんで、あかん。やめてた方がいい。食べさせて。あかん。なんでカオ君いっぱい食べたから。クリーズンでいっぱい。そんなスタッフの人に2個握ってくれてんねん。そんな2人で分けてねっていう意味の2個やって。ちょっとだし茶漬け用に味は濃いめ、うん。聞いてる？やめて。あ、落ちた落ちた落ちた。ちょっとお腹すいてきた。やめて。もったいない。何か何に変な音したよな。歯折れた今。歯折れたみたいな音してるけど大丈夫。このホテルですね、売店とかが、ね、ないので。あ、確かに売店あるの？ないよな。ないないない。お菓子とかお酒とかがね、うん、買えないな。そう、確かに。それはちょっと残念かもしれない。持ち込んだらあかんやろな、さすがに。わからんけど。売ってるんかな、どっかに。いや、見た感じなさそうやったけどな。じゃあ、昨日作った伊豆の炊き込みご飯か、こっちかどっちが美味しい？昨日作った伊豆の炊き込みご飯。炊き込みが美味しい。で、結構早い時間にチェックインしたけど、一瞬で時間経った。ロビーじゃないけど、フロント、うんうん、で結構過ごした気分。確かに、ほぼフロントに。そう、フロントから見える景色も綺麗し、なんかフロント自体がこう明るくないから、うん、暗い感じに設定されてるから、なんか普通に人目気にならへんというか。そう、なんか別に人がおっても嫌な感じしへんというか、うん、なんかずっと降りる空間やったの、フロントの。朝ごはんの時間です。9時です。はい、観光。あ、シカ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 見て、ほら。はい、来ました、シカです。な、来るやろ。うわぁ、映るかな。雨か。まあ雨のならもいいかもな。あ、シカ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 、降りてきた、いっぱい。来た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 。北九州、見えた？え、見えへん。見えへん。あ、見えた見えた見えた。ほら、やっぱあっち側におるんやん。シカウォッチングや。うん、これだけで十分や、こんなシカ見れる部屋。ほんまや。うん、ここやからこそ見れるね、鹿が。逆にな。ということで、朝ごはんです。美味しそう、シンプルな感じで。景色がめっちゃ綺麗ですよね、朝は。子供用でなんか味噌汁とご飯はいただけました。タイの骨って喉に刺さったら大変っていう。太いっていうか、なんか鋭いっていう。うん、チェックアウトします。チェックアウトします、報告。いや、想像以上に雨すぎて、ちょっと観光をどうするかっていうのを今迷ってる状態。なあ、観光できる状態ではない。とりあえずめっちゃ雨降ってるけど、若草山に行って。とりあえずな。で、なんかカフェしたいよな。うん、なんか美味しいコーヒー屋さんでも行ってコーヒー飲みたいのと。いいお宿でした。ありがとうございます。ありがとうございます。最高にいいお宿でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで頑張って奈良観光をしようと試みたわけですが、ちょっと無理ですね、これは。やばい、手ちぎれてるもん。筋肉繊維が上がらへん。手が。いや、それはカー君の筋肉質が足りひんのだけかもしれん。筋肉質が足りひんかった。人で溢れ返ってたな。お餅だけ奇跡的に食べれたっていう感じなんですけど、待たずに。結構ね、いろいろプラン考えてたんですけどね。本当はね、カフェとか行ったりしたかったよな。春日大社に行って。あー、そうやな。こう奈良町を観光して、うんうんうん、朱雀門に行って、うん、っていう、こう盛りだくさんのプランだったんですけど、うん、ここまで雨降ってると思わへんかった、うん、奈良のいいところ一個も伝えられない。奈良住みたいとか言ってほざいてたのに。ほざいてたけど、今回のお宿ってことは1人当たり25,000円。あー、26,000円か。あー、26,000円か。一泊二食付きやから、ね、そうやな、うん、で夜ご飯も想像以上にほんまにお腹いっぱいになったし、
あの美味しかった、料理美味しかった、うん、全部美味しかったな。今まで食べたことない系の、そう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 、味付けがすごい変わってる感じで、目でなんか見ても楽しいし、うん、味もなんか美味しかった。逆にちょっとおしゃれすぎて、あの抵抗感がある場合もあるかもしれない、ね、確かに確かに。普通にお刺身食べたいのになんか醤油じゃないみたいなカルパッチョみたいになってるみたいな。確かに確かに、まあ、そういうのではないかもしれんな、うん。あとはあの多分売店とかがなさそうな感じがしたので、うん、それもちょっとあったらいいなって普通に思って、個人的にな、まあせめて自販機のアルコールの自販機は欲しかったかなあったらな、っていうところではあるんかな、あるかもしれへんねんけど、探した限りはなかった。そうはね、なかったな。お部屋自体はずっと過ごしてたらめっちゃ良かった。噛めば噛むほどタイプやな。噛めば噛むほど美味しいタイプだ。言ったらスルメ、スルメタイプスルメタイプ。景色もなんか上からじゃないから、うん、あんまり良くないんじゃないかなって思ったけど、うん、ベッド寝転んだ時の森の景色が見えて、うん、逆にそれが良かった。あ、なるほど。そうで、ご飯食べる時とかに夜景とか見れるし、あとお風呂ね、貸切温泉宿泊者の方がなんかみんな泊まれ入れるかな、うん、あるっぽいので、その時にも景色は見れるんで十分。そう、そうだから別に景色は別に問題なかったなっていう、そこまでなんか考える必要もないし、うん、とりあえずそのベッドとかお部屋自体がね綺麗にリフォームされてたから、うん、すごく住みやすかった過ごしやすかった、過ごしやすかった。六甲に泊まったことなかったしさ、うん、六甲じゃないしな、若草山に泊まったことがなかったから、うん、結構自然で鹿とかも出てきたりしたから、うん、とても良い宿泊だったんじゃないでしょうか。はい、では次の動画でお会いしましょう。やば、この中の若草山やばそうちょっとまあ上まで行くとき行ってみる。そう、あ、ここ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 だいぶあるかな、考えた降りても。じゃあじゃんけんで負けたら行く。そうだな、下行きますかですね。これが雨の日よまあ上行っても景色見られへんもんな、どうせ。そんだけ雨降ってたら、それと下歩いた方がいいか、まだ濡れるんやったら。まあ雨の日もいいでしょうということで、今から奈良の、商店街の方ですね、こうブラブラ歩いていきたいなと思います。五重の塔です。ちょっと待って、寒さがやばいかも、全力で寒いついでに、抱っこ紐を忘れた我々こんな状態です。全てにおいて限界やこんな感じで奈良を散策していきます。やばい、楽しくなってきた。逆に今までにないワクワク感。カメラを大事にするか、伊豆を濡れへんようにするかの傘のこのあれがめっちゃ難しいけど、これは池です。誰がどう見ても広い池。人は結構おる、雨にしては。おー、大丈夫か。まだいけるよ。うん、やっぱりこんなお餅美味しいな。買うのは並んでないけど、餅つき見る人でめっちゃ並んでる。そうね、つきたての方が美味しい。やっぱり180円。うん。